ソーシャルゲームの話をじゃあします。今日はちょっと一杯、今日誕生日の人がいるっていうことでおめでとうございます。ありがとう、おめでとう、おりごとう、神ごとうということで、神ごとうっていうね、神ごとう島っていう長崎の島があるんですけど、そこでダイビングのを取りました、免許を。その時に品川庄司の品川さんと一緒にいたんですけど、よく言ってました、ありがとう、おりごとう、神ごとうということで、今日は何を話そうかなっていう感じだったんですけれども、ちょっと忘れちゃったんで、あ、そうですね、ソシャゲの話だったんですね。ソーシャルゲームの話をじゃあします。今日は、もう2年ぐらいですかね、俺はもうとあるソシャゲの、まあ言わないですけど、ソシャゲをしてまして、結構ハマっちゃって、モンハンブリーぐらいにハマっちゃって、まあ、モンハンやってる時も結構大概だったんですけど、どんぐらい大概だったかっていうと、長男のアイルがちっちゃかったんですけど、プレイステーションポータブルでやってたんですよ。その時にアイルの友達から、アイルくんのパパはそれはお仕事なの？アイルくんのパパそれお仕事？私はねこう言いましたよ。そうだよ、あれは嘘だったんだな、私は嘘をついたんだ、仕事って言ったんだ俺は。もう俺が狩りに行ってるのか、もしくは俺が狩りに行ってるのか、風呂でもやってたもん。どっちの人生だってなってたんですよ。どっちの人生だってなってたんですよーんって言ったでしょ今。よーんって、あんまりよーんっていうことないんで、防水でもなんでもない PSP を風呂に持ってたから。でも一回も落とさなかったね。青かった。青い PSP を。そうしたら今娘が青が好きだって言ってます。というわけで、ちょっと途中ですけど、ありがとうございました。俺が青が好きな理由っていうことをね、告げれてよかったです。ごちそうさまでした。